はい、皆さんこんにちは、佐賀キャプスでございます。4時半を回って4時40分ぐらいになってますね。10月1日の土曜日でございます。土曜日というのはですね、ニュースはございませんね。はい、まあその分ね、こうなんていうんですかね、ゆっくりものを考えるというにはいいかもしれません。今日はもうメールとか LINE とか、そんなばっかりやってますけどね。でその合間に喋ってるという感じでございます。まあまあ、でいろんな、まあ、国内の政治のニュースを見ていますと、まあ、相変わらず統一教会問題というのがありますけども、まあ、今後ですね、また世論調査の結果とかが出てくるんですけども、岸田内閣どうもですね、数字が悪いですね。急激にこう支持率を落として、来年の4月にはですね、統一地方選挙がありまして、日本の統一地方選挙はですね、2回に分かれましてですね、あの第1ラウンド、第2ラウンドだって、第2ラウンドが7月かな、ぐらいにあるんですけども、その統一地方選挙でどうやら自民党部が悪いんちゃうかというふうに言われています。あの統一教会問題をですね、こうしっかりと説明できなかった岸さんですね。あの岸さんね、なんと言いますかね、下手くそなんですよね。基本的にこう喋りが下手くそなんですよね。でよく政治家やってんなと思うんですけど、まあつまりこう不器用なんですよ。まあ簡単に言えば頭がですね、硬いですね。だからアドリブがあんまり効かないわけでして、それでそのこの前のね、前のその記者の前の菅さんもね、あの人もね、なんて言いますか、アドリブが効かないというか、説明下手なんですよ。というか、こう、説明するのが嫌いなんですよね。政治家というのはね、国民に語りかけるっていう、民主主義国における政治家っていうのはね、国民に語りかけることがですね、大きなですね、必要条件なんですよ。だって国民に語りかけて自分が票をもらわなあかんわけですからね。少なくとも選挙民に対して自分というものをアピールして、私を皆さんの代表にしてくださいという説得をして、それでですね、票をもらっていかなきゃいけないんですけど、まあ、日本人ってね、基本的にね、一般ね、どう言いましょうね、こう自己アピールが、自己アピールというものが本来こうそういうプログラムができていないわけですね。なぜかというか、まあ、どう民族性ですね。人に対して自分をアピールするということは、どちらかというとはしたない行為というふうに、僕ら以上の昭和世代はですね、どちらかというとそういう感覚、価値観のもとに育てられてきて、自分のことをギャーギャー言うんちゃうわみたいな、そういう感じなんですよね。で自分の主張ばっかりするんちゃうわみたいな。どちらかというと奥ゆかしい方がですね、その黙っててもこう自分のことが伝わるような、そういう奥ゆかしさがこう自己主張よりも優れているという価値観があったような気がします。今はちょっと変わってきたかもしれませんね。自己主張をしてというのがだん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 そういうふうになってきました。でただ政治家というのはね、それではあかんわけであって、日本はね、まあ一応こうもうどうでしょうね、戦前から日本では普通選挙というのは行われてきまして、もう100年ぐらいの伝統があるんですね。まあ、女性も選挙権を得たのはこの70数年ですけども、この民主主義の時代にあって、やっぱりね、国民に語りかけるということは非常に大事なことなんですね。で、その中で、岸さんもですね、菅さんもですね、下手くそなんです。下手くそなんですよ、その国民に語りかけるというのが。まあそれでもね、日本ではね、そんなにね、上手な人ってそんなにいませんから、政治家にはっていうか、まあ議員にはなれるわけでして、なってきはって、でそれが総理大臣になってるわけですね。まあ安倍さんもね、決してね、そんなにどういうのかな、上手というわけではないけど、まあ一応標準以上ではありましたね。上手な人いっぱいいますよ。昔海部なんていう人がいましてね、海部の前に海部なし、海部の後に海部なしと言われたんですね。どこで言われたかと言いますと、早稲田大学の雄弁会というところで言われまして、早稲田大学に入ってですね、政治家になろうとする人間はですね、みんな雄弁会という、まあ、これサークルですに入って、そこでですね、雄弁術を鍛えるということをやったわけですね。
これは昭和時代まではそうでした。なんで雄弁会出身の政治家っていっぱいいましたけど、でその中でも上手なのが海部さんで、海部俊樹って言いますけども、お亡くなりになりました。一回総理大臣をやってましたね。何党か忘れましたけど、ずっと自民党でしたけど、何やったかな、一回ちゃうところでやってたような気がしますけど、まあ忘れました。でこの方、直接私もね、お勤め先がイベントをやって、そこに海部さんがやってきてですね、で私裏方でずっと来てたんですけど、まあお上手なんですね。でもね、政治家としての中身はなかったですね、あの人に。ただまあ上手に喋るというだけでしたけど、ただ上手に喋るだけの政治家というのも困りますけども、中身があってなおかつですね、それを上手に伝えられるということは政治家としての必要十分条件だと思うんですけど、それを満たしている人は非常に少ない、ですね。で岸さんもですね、菅さんもですね、もうその必要十分条件を満たしていないんですけど、なぜか日本では総理大臣になれるというで、この前の国葬でですね、そのあまりにもこう落差が大きかったわけですね。菅さんがですね、友人代表としての弔辞を読み上げてる、あれはその感動的というふう評価を得ました。私もですね、めったにそんなもん見ない人間なんですけども、後で YouTube で確認をしました。ああまあまあと思いました。まあそれをですね、あれは電通が書いたんやとかって言うて、あれですけど論議を巻き起こした人いますけども、まあそんな誰が書こうとね、あの中身は菅さんの気持ちであっただろうというふうには私は思っています。で岸さんのはですね、僕聞いてませんけど、あまりにもつまらなかったというふうに、そういう評価をなされています。だから岸さん日頃から面白いこと言いませんから、非常につまらん、選挙演説でもね、人を集められないタイプなんですね。まあしゃあないというか、まあしゃあないこともないねんけど、面白みがないわけですね。山本太郎なんてうまいですよ、あいつ言うてることかなりむちゃくちゃですけども、それむちゃくちゃかどうか判断できる人って10人一人もいませんから、日本では。いや言うてることは見たらよければ、あすごいやんと思うわけです。だから多分岸さんとね、山本太郎とね、じゃあ同じように演説します、どっちに人が集まるかって、多分山本太郎なんですよ。かといって山本太郎の方が政治家として信頼できるかっていうと、それはまた別の問題だと思いますね。で今岸さんの支持率がどん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 落ちてきてですね、もうあんないらんやんと、いやもうおろそうやという寸前まで来ています。青木指数というのがございまして、自民党の支持率とですね、内閣の支持率合わせて 50% いってたらいいけども、それを切ったらやばいでというところがですね、一部調査では 52% とかになってます。これはそろそろ岸さんではあかんでという空気がですね、自民党の中にこうふつ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 と湧き起こってきてるわけですね。で、というてじゃあおらへんやんということですね、誰にすんねんっていうところでいないんですよ。まあ、こう候補の名前が上がりますよ、茂木さんとかね、上がりますけども、みんなちょっとまだなという感じがしています。でそんな中でですね、菅さんがあれで男を挙げましたね、弔辞、ですね、弔辞で。そしたら別に菅さんもう一回やらせてみたらええやんみたいなですね、空気がどことなくこう生まれてるような気がしますね。手堅かったですからね、非常に。ただ彼がね、何を失敗したかというとね、あれなんですよ、解散時期をね見誤ったんですよね。自分が総理大臣になった2020年ですか、のあれ10月か11月に、直後の 10月か11月に解散しとけばよかったんですよ。そしたら楽に勝てたんですね、あの時に。あの時安倍さんがですね、俺やったら解散すると言って言うたはったんですね。それを菅さんは、あの人はいつまでも権力者のつもりでおるとかなんとか言ってスルーにしたわけですよ。先延ばしにしたわけですね。でそこでですね、どん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 ですね、こう機会を失って、で最後はですね、自民党の総裁選になって自分の支持が集まっていないということになって降ろされてしまいました。断念せざるを得ませんでした。まあ自民党の政局で敗れたと言うべきでしょうね。でそこで岸さんに変わったわけですけども、その岸さんがですね、もう1年ちょっとやってみてですね、いまいちやんというのがですね、まあ元から私はいまいちやと思いましたけど、最初の第一声でずっこけましたよ。私は人の言うことを聞くんですって。それ別に総理大臣
の必要条件でも十分条件でも何でもないですよ。人の言うことを聞くんですよって、ちゃうやんって、人の言うことを聞かんでも正しい判断をするのが総理大臣やんって言い続けてますけど、そんなことをね最初に言う、この人あかんわと思いました。これあかんわと、こんなやつが日本の総理大臣なんかと。まあまあそんなやついっぱいいますけどね、過去にね結局それでですね、安全運転安全運転でやってきてですね、選挙も勝ったんですけども、でも結局はなんていうか中身のなさというのが今になって露呈したということで、誰か他におらへんのっていうふうになって、なぜかですね菅さん、もう一回やらせてみてもええんちゃうみたいな空気になってきましたね。いやだから来年4月ですか、統一地方選挙で無残な結果に終わったらですね、岸田ではあかんで、おろそう、おろそうというですね、空気がですね、自民党内に、出てくる可能性は十分にあるなと。その時には菅さん有力候補の一人ちゃうかなと、私は思います。はい、皆さんどうもありがとうございました。